さんこんにちは。こんにちは。今日はね、吉田先生、水野先生というもともと管理職をしていた2人の先生にいろいろ話を伺ってみたいと思います。じゃあまず水野先生からお聞きします。はい。まあ管理職ですね。管理職の先生が一般の先生に、まあ、どんな普段ね声かけをすると、一般の先生はこうやる気になったりね、はいはいはい、頑張る気持ちは湧くのかなと思ってちょっとお聞きしたいなと思います。あ、それはもうありますよ、はい、校長先生って教頭との違いは個室を持ってるってことです。あ、なるほど。校長室から出てきて、うん、職員に声をかける時っていうのは大抵下ネタです。そうですか。聞いたことないです。はい。笑いを取る。そっからコミュニケーションが始まる。校長先生また、みたいな感じで、まあ、そっからコミュニケーションが始まるっていうことですね。で、雑談だけでいいんですよ。もう、はい。職員と校長との絡みっていうのは。で、ダメなタイプ。ダメな校長力低い人のタイプは、研修畑の人に多いんですけど、うん、授業についてとやかく言う、なんか自分は偉いんだみたいな感じで、うん、これはダメですよ。どうしてダメかって言ったら、もう校長先生になったら、職業別じゃないですか、地位が。もう教員じゃないじゃないです。教育職じゃないから、授業については本当にアドバイス求められた時にもう軽くするぐらいがいいんです。自分からしちゃダメですよ。それよりも雑談でこう和気あいあいと楽しい雰囲気にさせる、あ、校長先生ってなんか楽しいなって思わせた方がやる気になります。下ネタですね。下ネタ。はい、ありがとうございます。それじゃあ、ちょっと吉田先生、下ネタ出すとは思えない。下ネタね。親父ギャグ出してましたよね。苦手ですね。親父ギャグは、はいはい、まあ、ただね、はい、なんていうかな、職員室に出かけてって喋るときには、うん、授業とか難しい話はしませんでしたね。うん、で、ただ、個別ではね、授業について話すこともありましたね。僕ね、最近の YouTube とか Facebook 見てね、その思いやりだとか気遣いだとかっていうね、その人間力系のことを書く校長先生たくさんいるので、うん、トスの先生にもいるんですけどね、僕それは違うと思うんですよね、うん、さっき言ったように校長と教頭って違うんですよ、うん、僕はね、何を成したいのか、ね、かつて校長はゴールではないって話も、何を成したいんかっていう部分がなければ、それは校長としては僕は及第点は上げられないなと。例年通りです。済ましてみんな仲良く楽しく過ごしていいは違うというふうに思いますね。ただ職員室は僕はあまりね、出てきませんでした。仕事の邪魔になるなと思って。あ、それですよ、うん。職員室の頭は教頭先生ですから、うん。そうそう。校長先生はあまりこう出ない方がいいんです。ね、うちの僕が最後に行った学校の教頭はもう、バカ話ばっかりして一人でゲラゲラ笑ってましたね。彼がやってくれりゃいいやっていう感じでしたね、はい、元副、はい、教頭、はい、どうでした？任せてくださる校長先生が一番やりやすかったですね。あ、はい、確かにね、はい、任せてもらえなかったこともあったんですね。ないです。あ、ないんですか？はい、1人、2人、3人、4人の校長先生に使えましたけど、皆さん任せてくださいました。はい、あ、でも確かにちょっといい職場って校長先生あんまりこう職員室に来なくて副校長がこう盛り上げてくれるっていう雰囲気ありましたね、はいはいはい、なるほどね。まあ、校長先生ちょっと威張ってなんか怒鳴ったり職員を叱ったりしてると、まあ空気乱れますよね。なんか怒鳴る校長っているらしいんですよね。いました、いました。考えられないなと思うんですけどね。もう年中どなんとかしてる。僕はね、その可愛い校長ではなかったと思うけど、声は荒げるはなかったですね。それはもう今だったらパワハラですよ。まあ、幸い僕も教頭時代はほとんど任せっきりの校長先生でしたね。むしろ難しい問題が起きた時、校長先生どうしますかと相談しに行く感じでしたね。なんかでも校長になっ
ってからもこう自分の理想とするような学校を作ろうって思ってる人はやっぱり直接職員にいろいろ要求しちゃったりする人もいますよね。だからね、うん、それをどうするのかと。だから僕なんかプレゼンをやったりとかね、全体で話す場を作って、うん、パワーポイントなんか使いながら短く効果的に話をするっていうことを心がけてましたね、うん、なかなかね。で組織も変えていかなければいけないんですがね、うん、校長の任期って短いんでね、なかなか思いにはきませんでしたね、うん、むしろ教頭時代の方がこう自由にできたなって感じですね、はい、はい、ご視聴ありがとうございました。お知らせです。吉田隆チャンネルというホームページを立ち上げています。毎月行っているセミナーの案内、教科単元ごとに仕分けをした動画へのアクセスリンク、これは教材研究のお役に立つのではないかなというふうに思っております。説明欄に URL 貼り付けておきますので、アクセスの方をよろしくお願いします。はい、この動画が役に立ったという方、いいねボタンをクリック、そして、チャンネル登録をお願いします。